く雪のため足元が悪くなっているところがございます。ご注意ください。はい、というわけで、まあ、こういう状態ですね。雪降ってるんですよね。まあ、多分もう今夜中には積もると思う。というわけで、通勤通学の皆さん明日はちょっと電車時刻とか道路状況とか確認、つまり交通状況を確認してから通勤通学お願いしますね。ね、学生さんの皆さんは高校生とか、ね、中学生でしょ。皆さんはもう場合によってはもう車に乗って送迎してもらうとか、そういうの前まで対策練ってください。この前行くと多分雪の次第では、ね、規制運転っていうんかね、時間を30分遅らせて、ね、発進するとか、 JR 各社いや交通各社も検討すると思いますね。そういうわけですね。その方向で行くと思いますね。あと今日の勤めさんちょっと聞いたんですけど、もし休業要請が来ても休業はないって、そのもう分かったんですよ。そのみんなですよ。もう非常事態宣言が効かないって分かって、もう発動することはないって。全然な越境規制とかやっても全然効果なかった。逆に言うと止めたおかげしますせいで経済が止まってしまったよ。みんな運転客これ、みんな一斉に、あいつ、奴らも絶対に知名度、人気、協力してはならない、支援してはならない、という意味合いでみんな言い始めて、それは分かってる、みんな SNS 見たんや、非常事態宣言、布告しろ、布告しろって、ああいう、見たんや、Twitter でも、Facebook でも、要は、なんで一旦見たい、みんな LINE でもやってたんよ。やってたって分かったよ、発覚してしました。まあ、ちなみにゴジラには多分これは効かないと思う。自体は効かない。ゴジラ自体は核燃料の塊、その熱を発するから血液循環もいいんや。あの血液凝固剤出てきたスペースゴジラと新ゴジラ出てきた、あれは感じまい血を固めるな、薬品なんだよ。架空の薬品ね、本物やったら間違いなく厚生労働省文句言うね。あともう一つね、B 協議会に731部隊の関係者が残像出したのは、元から平安に復讐したくて、で設定にしました。あと特攻の関係者も来たんよ、生き残った。まあその後、あと財界のお偉さんたち、三菱とか、ね、三井とか、ね、住友とか、ね、安田とか、そういう関係者たち、実際と弥生をこっそりと弁護しました。その日本政府に脅されてた松下幸之助、その天保さんたちもその脅されてた、政府の圧力で、ね、戦争に協力させて接点しました。つまり現実世界の自民党、お前らに対する圧力やん、覚えとけ。これ以上の採算度外視の法律ばかり作った大変やぞ。お前らの知名度は絶対上げさせない。特に1123区初代の連中は絶対知名度を上げさせない。わかりました。そういうわけで、まあさっきこれ上げる場面やったやろ。これが普通なんて、普通の現象。不愉快してごめんなさいね皆さん。そういうともう一つ、この雪の状況やと明日はちょっとね、電車の、運転時刻とか時刻はちゃんと見てください。電車通勤とか通学の方3分含めればね、よく考えてしてね、場合によっては遅れますってちゃんと電話してね、そうすれば向こうも対処してくれるか。今年の大雨の時にも7月か、それでも1時間以上止まってたの、これは事実です。本当に止まってたんや。
もう1時間以上止まってて、これで9時に再開だと思ってたのがまた1時間。そう、ちょっとそう調べたらあんねん、安全が確認し合いあんねん、そう現地に行くのに時間かかったんや。それで猶予を与えてくれて、それでみんなやったんや。でサムも勤め先に連絡して行ったんや。しかこれでやったんや。そんなまあ、これが本当の危機管理能力ってやつや。まあ、皆さんもごっそりよく皆さんよ、両軍の自治会主催とかで避難訓練あるやろ。そんなことはないけ、皆さんも町回りでなんこうやってなんカバンとかで、ね、案内すればいい。自分で実演してそうだってこうポーズいいんやん。こうやってね、キャリーバッグはね、小型のはいいんやけど、あんまり大型のやめてね。うん、大型のはちょっと避難場所でちょっと邪魔になるから、邪魔になるんや。よくあの信号時代逃げる場面のあれあかんで、あれは絶対もう何度も言ってるけど、通帳と身分証明書とあと財布持ってくれたらこれで対処できる。うん、くれたら大丈夫。ペイオフで行って最大1000万枚預貯金、定期も含めて全部やね、全部含めて保証してくれるやつ、総額ですよ全部。まあこれは見直すはちょっと少なすぎる1000万円、ちょっともうちょっと引き上げたら5000万円までに、ちょっと低すぎんかこれよ。これはあまりにもひどすぎると思った。これ対策ねえの無茶です。あともう一つやけど、あとワクチンの接種来年から、まあ多分3月1日以降で言うけど、多分無理、4月1日以降や。多分こういう場合はみんなあんな交代で会社交代で、そう行きつけの委員に行ってください。そこで1週間前に予約してくれたら、2週間前に予約してくれたら向こうもワクチン接種ね。ちなみにワクチン接種に関してはね、何日にしろとかそんな指定日はないから、それは書いてないよ。多分それは明記さんじゃない、明記さん大変なことや、うん、一斉にやれって無理無理、うん、だからどこの仕事先休業センターなんぞ、うん、追い込まれるとこんなの冗談ではない、うん、これでもし行けなかったら接種拒否容疑、つまりこれ逮捕されるってことで、義務違反で逮捕されるってことです。その冗談逮捕される、これお前しきたのそのもしかしたら君たちもその逮捕しかねんって言ったら接種拒否、そうみんな接種で言ってるの、半分は事実でも半分は事実ではない、慎重なんや。頼むもんない、一回接種したことあるんや。よく肝硬変なんたら病気はね自業自得だって言うけど、あの多分入院前血液検査したの、入院前後しても異常なかったらすぐ連絡来ますよ、うん、すぐ来ますよ担当の医師からも、うん、来ますよ、ちょっと検査した方がいいよ、うん、すぐに私は予約するから、うん、絶対行ってますとっくの、うん、さあ入院中にサムさあ病院名刺と精神薬でさあ発病してもたんや。今年の検診でももう分かってたんや、もうずっと前からもう結果見えてたんで今年行ったんですよ、3日連続で。それを言いますね、今の先生、それが理由だったよ、ちゃんと正当な理由ね。詳細なことはあれすると個人情報保護違反になるね、うーん抵触する可能性は気をつけてね、本当に冗談ね、あんまりそういうことは言わなくていいんや、詳細は。そうなるべく詳細は言わなくていい、通院ね、単純明快、ちょっと内臓の検査のため詳細になって内臓の検査で明日と明後日し明後日はお休みしますって書けばいいんや。めった企業もそれはよく有給取ってるじゃん、それは絶対やめてくれ、あんまり取ると有給なくなるで、大抵は認めてくれんね、それは仕方ないんや、あんまりすると大変。単純明快、自民党の作った法律は全部見直すと決定ね。さあなぜかというと日本の芸能人たち全然特定秘密のマイナンバーとかこの特措法に全然反対してないの、他の法律で。さあこいつら最初から何年規制強化派推進派やったんや、ラウンドのアンプドローム全部規制食らったやろ、音楽付きの動画のみで通報食らって、そうこうなったんや。某会社も堂々と乗ってたり、公式サイトに乗ってます、うん乗ってる、こういうことや、まあこういうことですね。
木の元です。こういうことやな。これが現実です。残念だけどこれが。そうね。まあ、これが雪の状況。ね、まあ、この地名でも分かると、この地域、ちょっとあの東京の連中とグルだって分かる。ちょっと、法律でちょっと規制しようがね。地方自治法に自治権規制規定とか、まだ休廷式規定とか盛り込まざるを得なくなったちょっと。ギャーギャーうるさかったね。もう政府は直接統治するぜ、数時間。もう法なくなった。そんなに国に存じてるんやったら。もう検討せる。自民党は最初からそれ狙ってたんや。おいと。地域事件も全部剥奪するで。たぶんね。そういうことでした。まあ、自民党の企みなんて、お見通しでした。以上です。